お元気ですか、ボクシミです。今回は 2023BBM ベースボールカードファーストバージョンの開封動画後編の10パックやりたいと思います。では後編の1パック目でございます。ヤクルトの小川泰弘投手でございます。中日ドラゴンズの立浪和義監督でございます。で阪神タイガースのこれテクレットでございます。中日ドラゴンズの松葉貴博選手でございます。で西武ライオンズの児玉陽介内野手でございます。で阪神タイガースの湯浅敦樹投手でございますの、こちらねシークレット版かな、ね、とシークレット版だと思います。で、阪神すいません失礼しました、読売ジャイアンツの岡本和真内野手のキラカードでございます。オリックスバファローズの足立良一内野手でございます。で千葉ロッテマリーンズの吉井正人新監督でございます。で西武埼玉西武ライオンズの杉瀬名選手でございます。2袋目でございます。中日ドラゴンズ根尾昂選手のクロスムーンでございます。読売ジャイアンツ大城卓美選手のカードですが、こちらもねシークレット版かなと思います。広島東洋カープのライアン・マクブルーム選手でございます。どちらもねだってソフトバンクホークスの松本春投手でございます。大城選手はね WBC 侍ジャパン代表でもありました。で、日本ハムの、金村翔真投手なんですが、こちらもねちょっとねいつもとパターンが違います。こちらがね分かりましたか、勇気っていう文字がね光ってるんですよね。こちらはね限定カードでございます。25分の16でございます。はい、阪神タイガースの佐藤輝明内野手でございます。ソフトバンクホークスの石川修太投手でございます。東北楽天の島内宏明外野手でございます。日本ハムファイターズの吉田輝星投手でございます。楽天の住谷銀次郎捕手でございます。3袋目でございます。巨人の、これはルイス、ブリンソン選手でございます。広島東洋カープの菊池陽介選手でございます。広島東洋カープの坂倉翔吾捕手でございます。ソフトバンクホークスの入江逸和選手でございます。広島東洋カープの松田竹下選手でございます。横浜ベイスターズの吉野照樹選手のキラカードでございます。楽天の小深田博人内野手でございます。千葉ロッテの増川光選手でございます。楽天の銀次選手でございます。こちらは西武ライオンズのチェックリストでございます。4袋目でございます。
佐藤輝明選手のこちら阪神タイガースのクロスムーンでございます。中日ドラゴンズの大島洋平選手でございます。広島東洋カープの森浦大輔選手でございます。読売ジャイアンツのアダム・ウォーカー外野手でございます。千葉ロッテマリーンズの金田裕太選手でございます。中日ドラゴンズの村松海人選手でございます。で、日本ハムファイターズの矢澤宏太投手兼外野手のキラカードでございます。オリックスバファローズの宇田川優希選手でございます。日本ハムファイターズの今川優馬外野手でございます。こちらもシークレット版かなと思います。楽天の小深田博と内野手でございます。5袋目でございます。ヤクルトスワローズの村上宗隆内野手でございます。 WBC 日本代表でございます。中日ドラゴンズの岡林勇希外野手でございます。阪神タイガースの青柳晃洋選手でございます。広島東洋カープの菊池涼介内野手でございます。で、楽天の庄司恒成選手のこちらスターダムでございます。千葉ロッテマリーンズの田中春也投手でございます。で、ソフトバンクの藤本博史監督です。で、オリックスの中川圭太選手のこちらクロスムーンでございます。で、千葉ロッテマリーンズの井上誠也内野手です。で、埼玉西武のデビッド・マキノン選手でございます。6袋目でございます。阪神タイガースの西純也投手でございます。横浜ベイスターズの宮崎敏郎内野手でございます。中日ドラゴンズの柳裕也投手でございます。日本ハムファイターズの矢澤宏太選手でございます。ヤクルトの西村塁と内野手でございます。で、中日の森山昭代選手のこちら銀箔サインカードでございます。で、ソフトバンクの柳田悠岐選手のこちらカードでございます。日本ハムの石井和成選手でございます。ロッテの佐々木朗希選手のクロスムーンでございます。で、楽天のマイケル・フランコ内野手のカードでございます。6袋目でございます。広島カープの西川龍馬選手の、クロスムーンでございます。ヤクルトの山崎幸太郎選手でございます。阪神タイガースの湯浅敦樹選手でございます。中日ドラゴンズのちょっと難しいですね、また2つね、重なってしまいました。森山昭代選手でございます。で、読売ジャイアンツの岡本和真選手のこちら金箔サインカードでございます。金箔サインカード100枚限定でございます。100分の89となっております。西武ライオンズの昼間拓也外野手のこちらカードでございます。ここでね、松井和夫内野手、現在はね監督でいらっしゃいますのね、クロスムーンでございます。
千葉ロッテマリーンズの安田尚憲内野手でございます。日本ハムのコディ・ポンセ投手でございます。オリックスの阿部翔太選手でございます。8袋目でございます。横浜の桑原正幸選手でございます。日本ハムの石山太一投手でございます。広島の床田弘樹選手でございます。阪神の西勇輝選手でございます。横浜の林拓磨内野手のカードなんですが、こちらもシークレット版かなと思います。日本ハムの金村翔馬選手でございます。で、こちら、ソフトバンクの牧原大成内野手のキラカードでございます。日本ハムの清宮幸太郎選手のクロスムーンでございます。オリックスの若月健也捕手のカードでございます。ソフトバンクの開拓や捕手選手のカードでございます。 WBC 侍ジャパン代表でもありました。9袋目でございます。横浜 DeNA ベイスターズの山崎康明投手のクロスムーンでございます。戸郷翔征投手でございます。 WBC 侍ジャパン代表でもありました。中日ドラゴンズの土田龍久選手でございます。阪神タイガースの富田蓮選手でございます。ヤクルトの北村圭吾選手でございます。広島東洋カープの斉藤裕太投手でございます。またね、ピントが合わなくなって事情がありましなりました。申し訳ございません。千葉ロッテマリーンズの車谷健太内野手でございます。日本ハムファイターズの宇佐美慎吾捕手でございます。楽天の浅村秀人選手のクロスムーンでございます。ソフトバンクホークスの中村晃選手でございます。で、最後の10袋目開けたいと思います。広島東洋カープの、マット・デビッドソン内野手で内野手でございます。で、中日ドラゴンズの根尾明選手のクロスムーンでございます。横浜 DeNA ベイスターズの佐野啓太選手でございます。で、千葉ロッテの田中春也選手でございます。巨人の萩尾正也外野手でございます。で、こちら山川穂高選手の原爆サインカードでございます。ちょっとね、移動します。楽天の松井裕樹選手のキラカードでございます。楽天のチェックリストでございます。日本ハムの野村勇輝選手でございます。で、最後は、オリックスの杉本裕太郎選手でございます。失礼いたしました。で、以上で 2023BBM ベースボールカードファーストバージョンの開封動画を終わりたいと思います。またお金がありましたらこういった開封動画をやっていきたいと思います。また、サブチャンネルでは料理動画も上げております。またカップラーメン、カップ焼きそば、レトルトカレーやチョコボールチャレンジといった、動画も上げていますので、サブチャンネル、僕の趣味チャンネルのおまけもぜひよろしくお願いいたします。以上でございます。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。